交わりがなくても信仰はあるんだっていう。むしろ日本にですねクリスチャンいないと思って僕帰ってきたんです。帰国者に伝えることは、たとえそういう会話がなかったとしても、うん、別に興味を持ってもらってないわけではない、うん、教会の中では。砕かれました。私も破れ口に立ってた。I need you and you need me って言ってた、うん、私にはあなたが必要で、あなたは私が必要なんだ。いやもうなんか耳が痛いということで、教会タイムズ後半戦も松谷さんをゲストでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。松谷です。松谷さんとは9月リラのイベントでもご一緒させていただきまして、本当にありがとうございました。いい回になったかなと思うんですけども、はい、どうでしたか松谷さん。あの YouTube ね、イノフェスチャンネルで上がってますので、はい、ご覧いただきたいと思いますが、まあ本当に多分組み合わせとしても二度とない組み合わせですし、リラのメンバーが揃って、そう、しかもコンサートじゃないファンミーティングっていう体でやったので、割とねちょっと雰囲気もそうですね、ちょっと華やかな感じで、普通のコンサートとはまた違った雰囲気で、そういう感じで、しかもランキングが発表されてるというと、はい、リラの人気曲ランキングっていうのは、そうですね、はい、ちゃんとファンの皆様からね寄せられたランキングになってますので、うん、まあ我々だってそれ聞いてた側からしたら ね、まあ、ちょっと至福の時間ですよね。そうですね、本当にステージ上にいながら同じ気持ちでこういたような、ね、そうそうそう、どうでしたか我々のコンビは MC のハリさんとしては。いや意外に意外に私いなくてもいいんじゃないですか。リラ今回の CD ってクラウドファンディングで作られたということなんですけど、キ、うん、リスト教会いろいろクラウドファンディングで何かやるっていう出来事増えてますよね。少しずつね、はい、はい、松井さんもクラウドファンディングで祈りフェスの、はい、やったりしましたけれども、はい、集まりましたか。いやいや、まあ、目標には届かなかったんですけども、うん、大変ありがたい、いろんな、あと、まあ、あれは基本的にそのお金はもちろんそうですけど、うん、話題にしてもらうとか PR するっていうことも一つのクラファンの、ね、うん、効果だと思うんで、まあ、そういう意味ではいろんなところでこう、うん、フェスを知ってもらおうという、はい、なかなかね私たちの必要が満たされないこともあると思うので、そういった機会はね本当に広がっていくのも面白いかなと思います。満たされたいですね。満たされまあいろんなことね、夢がありますからね、いろいろやっていきたいと思います。常に渇望してるからはい、ありがとうございます。はい、今回も前回に引き続き帰国者クリスチャンについてトークしていきたいと思います。横山大輔さんのご自身の体験に基づいたトークについても伺っていきたいと思いますので、お楽しみください。それでは後半戦も行ってみよう。ベンデン。それでは後半戦のトークテーマはこちら。日本でもクリスチャンの友達が欲しい。はい、こちらについても視聴者の方からメッセージが届いているので、他のように紹介してもらいます。はい、ペンネームたかしさんからです。分電チャンネルの皆さんこんにちは。こんにちは。僕はアメリカに留学中に救われたクリスチャンです。今年日本に帰国したのですが、家族は全員ノンクリスチャンなので、うん、僕の信仰を理解してくれません、うん、先日も親戚のお葬式でご焼香をあげなかったので両親と喧嘩になってしまいました、うん、日本にはこういう悩みを相談できる友人もいません。周りにクリスチャンがいない中で信仰生活を送る際のアドバイスが欲しいです。はい、ありがとうございます。まあ、このような方にどのような声をかけたらよいかということなんですけれども、茂雄さんどういう声をかけますか。前半戦でも少しお話ししたんですけれども、うん、海外に行った経験をこの特にこの高橋さんはご自宅では興味を持ってお話しする機会すら多分なかったのかなと思うので、どんな経験をしてきたのかということを話すことができる人を見つけると同時に、帰国者をに関わる人にとってはやっぱそういう海外での経験、何してきたのっていうことを通って聞いてあげるのがいいかなっていうふうに思うんですね。松井さん、こういう質問に対してどうお考えですか。いや、まあいろいろありますけど、はい、まずはうちのキリスト新聞を読んでいただくっていうそういう悩みに答える記事とか、はいはいはい、あとはまあ書籍なんかもね、はい、まあ、それは言葉書の本でもいろいろ答えられる書籍あると思いますが、そういうところから、まあ、身近にはクリスチャンいないけれども、もちろんインターネットもあるんで、うん、まあ、繋がろうと思ったら、まあ、SNS なんかでも繋がるかなとは思いますが、うん、私も福島の生まれなんで、自分の親とかその両親とか親族以外にクリスチャンがいるって全然想像もしなかったんですよ、うん、周りにないからクリスチャンもないし、教会もないので、クリスチャン探すのが結構ね大変ですね。名札があるわけじゃないし、なんか、ね、天使の丘ついてるわけじゃないし、だからなんかクリスチャンどこでどう探
探したらいいのかっていうのは分からない人か、我々文殿チャンネルとかね、はい、たどり着くといいなって思ってますよね。クリスチャンでなんか検索した時に DCFN さんとか、うん、そういう団体の名前とかいろいろ教会とかがちゃんと露出がされてて、うん、つながれるっていう環境を我々はちょっと整えなきゃいけないなと思います、うん、岡山さん、日本で信仰の試練って、はい、まあ、あったと思うんですけど、どういったところ信仰の試練ありましたか。まあ、初めは東京、まあ、神奈川県なんで、はい、東京のインターナショナルチャーチ通ってたんですね、うんうん、でそうすると英語も日本語も、まあ、アメリカにちょっと近い感覚で、うんうん、ある時に、まあ、神様が、まあ、自分は教会学校ちっちゃい時行ってたんですけども、うんうんうん、そこの、まあ、地元の教会に、まあ、根を下ろしなさいっていう感じですね、うんうん、これ結構試練だったんですけど、うんうん、自分でやりたいこととかがなかなか進まなかったりとか、うん、まあ、もう一回無理だと思って離れたことがありまして福島の話が出たんですけど、まあ、2011年の3月11日の震災以降です、うん、福島にボランティア行く機会があって、うん、まあ、神様導かれて福島に移住したんです。で世界中から、ね、ボランティアが来たんです、はいはいはい、でそうするとあの英語を喋れるので、うん、なんかそれも使えて、うん、世界中のクリスチャンと一緒に働きができて、うもう自分的にはもう一番ベストな形でだったんですけど、また3年、まあ、奉仕をボランティアやって、でももう一回自分の教会帰る時があったんですけど、まあ、教会批判じゃないですけど、以前はしてたこともあるんですけど、これはダメだとかもう言っちゃったりして、けどそれをあなんか悔い改めたんですね、一回で。やっぱり自分が根ざしてる教会を愛するっていうことがすごい大事だなって思わされた時から少し教会との関係がまた良くなったんですね。その文化は違うんだけど、やっぱりそれを尊重してこれは神様、教会とキリストの体だから、自分も今そこの教会で宣教師になったんですけど、馴染めなかった教会で今音楽宣教師として。そうなんですよ、やっぱ御言葉ですね。あ、御言葉で、エゼキエル22章に、まあ、破れ口に立ちなさいっていう言葉があってですね、やっぱり教会って人間の集まり、まあ、もちろん神様選んだんだけど、やっぱり破れてることってあるじゃないですか、はい、それを批判するんじゃなくて、そこに自分が立って、まあ、英語だとスタンディングインザギャップ、破れ口に立つ、そこでやっぱり神様が与えてくださった神の家族教会として自分もそこで立って一緒に祈ってこの行くっていうところをなんか実践してみた時からですね、なんか教会の若者たちもまた火がついてきて賛美を一緒にやるようになったりとか、それで教会の雰囲気も変わっていったんですね。そうなんですよね、少しずつ。で海外を経験されたからこそ日本でだって伝道するその良さというか、一つ思い出したんですけど、はい、アメリカのカンザスシティというところですね、中国人の集まりがあってですね、はい、まあ、韓国、中国、香港、まあ、英語圏、はい、まあ、いろんな国がいて、はい、ちょっとアジアの国の皆さんがいるときに、まあ、その10年前の話なんですけど、なんていうかな、居心地悪かったんですよ。なんか日本ってアジアに行くとなんか過去の、まあ、戦争時代の悪いことがなんかやっぱり皆さんに傷になってるというか、それでなんか自分も自己紹介をしてですね、ある時ですね、まあ、日本が犯してしまった罪を許してくださいって僕はその15人ぐらいの集まりを話したときに、あ、そうじゃないんだよ、ある英語圏のアイルランド人の方ですね、日本を孤立してしまったことを許してくださいって逆に謝られて、私たちはキリストの体だから I need you and you need me って言ってくる、うん、私にはあなたが必要で、あなたは私が必要なんだ、それはキリストの体として一つだから、うん、そのメッセージをもらった時に僕は本当に泣いて、みんなでこう祈った、そして日本のためにみんながお祈りしてくれたんですね、うん、その経験すごく大きくて、やっぱり失われた一匹の羊を探すイエス様の気持ちで、まあ、宣教、ね、教会活動する中でちょっと来れなくなっちゃった子にやっぱ連絡を一歩勇気を出してしてみるとか、それがなんかこう繋がっていくのかな。いやもうなんか耳が痛いって教会批判ばっかりしてきたんだよ今もしてるんですけどまあでもなんかその日本の中だけにいたらその日本の教会の良さも課題も分かんないと思うんですよ。初めてその教会に訪ねてきた人から教わることっていっぱいあると思うんですよ。それはお互いに多分そういうことがあるので、そ
それは海外に行ったら多分海外の教会の良さとか、うん、あ、やっぱり日本の教会の方が自分に合ってるなとか、そういうことあると思うんで、うん、外側にも開かれるし、自分からもその出ていくみたいなことも必要なんだろうなと思いましたね。まあそういう経験がね、やっぱり日本の中にいただけじゃできないと思うんで、やっぱり閉じていたら分からないことがあるって、はい、いっぱいあると思いますね。いや、私よく聞くのはホームステイ先がクリスチャンファミリーでみたいな、そこで洗礼まで行かなかったけどもすごいキリスト教のイメージが変わったとかってすごいよく聞くんですよね、そのクリスチャンじゃない人たちから。でそういうそのなんていうか可能性ポテンシャルってすごいあるなと思っているので、それこそその海外の話とかするとかぶれやがってみたいな、ね、日本のここは日本なんだから海外の教会の話とかするなみたいな空気あるじゃないですか。そこはやっぱりちょっと改めないとなとは思いますが、いかがですか？海外で経験した経験っていうのは、神様があえて与えた経験であって、マイノリティを、はいはい、少数派の体験をしてるわけですよね。助けられた、受け入れられたっていう経験をしている、うん、その視点を持って日本に帰ってきたら、これ教会だけじゃないと思うんですけれど、うん、日本にいる今度少数派の方々を受け入れることができる心を植え付けられてるはずなんですよね。どうしても教会に帰国者が来ると、あ、海外から来た、ちょっと恐れっていう風に、怖いっていう風に、何を言って言うんだろうかこの人たちはって思うかもしれないけれど、先ほどおっしゃったみたいに、自分たちが見ることができなかった視点をくれる人たちなんだっていう風に恵みとして受け止めて欲しいな、祝福として受け入れて欲しいなっていうふうに思うんですね、うん、そしてその視点をこの今度教会に取り入れることで、必ず新しいいい風が吹く、うんうん、なんかよそ者にね、冷たい感じがやっぱり、うん、まあそれは別に教会に限らず、その日本社会全体はなんかそういう空気あるんで、うん、もうちょっとね、それは自分たちのためにも、うん、JCFN が帰国者クリスチャンの支援のために、まあ、具体的にどんな活動をされているかっていうところ、主にアメリカと日本に、うん、スタッフを構えて働きをして、うん、もちろん、他の国からの帰国者も受け入れて現状はしているんですけれども、うん、主にアメリカと日本という中で、アメリカ側ではアメリカで経験したことがないことを日本に帰ってきてからはできないと思うので、うん、なるべくこうミニストリーやこう海外で伝道する経験とか、うん、聖書研究を導く経験とか、うん、いろんなこう経験をしてほしいということで、うん、こうリーダーシップトレーニングをしています。で同時にもう一つ大きいカンファレンスとして、海外でクリスチャンになった日本人たちをこうイクイップ育てるカンファレンスを行っています。イクイッパーカンファレンス、はい、通称 EC というんですけど、これは今年の2023年の12月年末、はい、カウントダウンまで、はい、27日からハッピーニューイヤーって言って終わるんですけど、はい、日本からも参加していただくと、どういうふうに帰国者を受け入れていいのか現地で会って、うん、そして日本でも一回会いましょうということができるので、海外にいる方だけではなく日本からの参加者も受け付けています。詳細はJCFN のホームページにあるかと思いますので、概要欄に、そちらの方紹介してますので、ぜひ、気になった方はご覧になっていただければと思います。ちょっとお話聞きながら思ったのは、うん、日本人の帰国者クリスチャンってある意味なんか宣教師だなってなんかすごく思わされる、文化を、新しい文化を持ってきてる、はい、でまあ、ルックスは日本人なんだけど中身はちょっと新しいタイプのクリスチャンだなと思うし、さっきのメッセージなんですけど、 I need you and you need me、ね、私たち日本の教会もそのあなたが必要です、そして帰国者クリスチャンの皆さんも日本の教会が必要です、だからそのようなメッセージを届けたいなと思いました、うん、ありがとうございます、まあ、そのような働きもですね、横野大輔さん続けられていくと思いますので、皆さんぜひ、チェックしてみてください。松谷さん、今日皆さんのお話を伺っていかがでしたか？はい、いやもうだいぶもうだいぶ打たれましたね。打たれた砕かれました、ね、私も破れ口に立ってたすごい教会もね、一緒に私に立っていかなきゃなと思います。嫌だった教会に立て続けるっていう、いやだから大変だと思いますよね本当に。もうだってこんな教会いてられるかって思ってるばかりいっぱいいると思うんですよ。でみんな高齢者ばっかりだし、なんかやりたいこと言っても通らないしみたいな、そういう若い人たちにとってはぜひね、そういうなんか、まあ、ロールモデルですね、そういう体験としてはシェアしたいなと思います。はい、ありがとうございました、本日は、このように帰国者クリスチャンの、ついてトークしていきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
決定特典やプレゼント企画をはじめ、新婚生活に役立つ情報が続々。笑いあり、喜びあり、賛否あり、さらには引き続けと企画が充実。新婚生活を楽しめる企画がいっぱいの文面チャンネル、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。詳しくは概要欄をチェック。約束の未来へ。